はい、工房節のナセです。くさびと書いて節と読みます。はい、今回はちょっといろいろお話ししていきます。秋のイベントですね。9月のイベントは日本ではこちら香川県高松市、高松シンボルタワーでね、9月14日宇宙へのイベントに参加しますので、まあ1日だけなんですけども、はい、ぜひお近くの方、四国の方ね、岡山とかね、広島とか、まあ兵庫県からでも来やすいんですかね。うん、はい、皆様のお越しお待ちしております。一応ね、大丈夫かなとは思うんですけども、もしかして混んでしまった場合のことを考えて、今回も予約制往復はがきでのね、事前予約とさせていただきます。フリータイム取れるかどうかはちょっとわかりかねますが、またよろしければお願いいたします。はい、はがきはね、8月9日はい、決心有効となっております。7月の30日かな、うん、に動画アップしましたので、リンク貼っておきます。そちらの方からご確認ください。往復はがきですね。はい、で、すぐ翌週、名古屋ペンランドカフェさんでのイベントがございます。そちらも往復はがきでね、そちらの方は僕宛てではなく、ペンランドカフェさんの方に送っていただくということで、多分来週ぐらいかな。はい、また僕も動画出しますし、ペンランドカフェさんの方からも情報が出るかと思います。なので、よければ往復はがきもう買っといていただいても大丈夫です。で、ペンランドカフェさんね、まあ行った方分かってるかなと思うんですけど、ちょっとお店、僕がイベントするにはね、もうすでにちょっと手狭になってしまいまして、はい、でもちょっと場所がなかなか別でね、できないので、ペンランドカフェさんでさせていただきます。そのため、ボールペン、ペンシルとかね、その辺の日とマネスコンプロットの日を翌週にして2週間でさせていただきます。なので、マネスコンプロットの人はね、はい、それだけでいいよっていう人は、その方のハガキだけで大丈夫です。で、ボールペンとかペンシルとかね、万年筆、コンプロット以外も見たいなーっていう人は、ちょっと2枚、ハガキ出さなくちゃいけなくなりますので、その辺、大変申し訳ございませんが、はい、何卒よろしくお願いします。そのうち情報、来週ぐらいにはね、出しますので、よろしくお願いします。あとね、ここ2、3週間ね、この定規の問い合わせがめちゃくちゃ来ました。うん。どうやって買うんですか、スネークッドが欲しいんですけど、っていう問い合わせがね、急に増えてね、あれおかしいなと思ってたら、そういうことでしたね。はい。YouTuber のシーサーさんの方が紹介をしてくださいました。ありがとうございます。はい。買っていただいて、あえて紹介していただくのは本当にありがたいですね。で、定規の方ですね。はい。今んとこ、まだね、卸で、お店で買うことができません。で、基本的にはイベントなので、次、高松ですね。そして、名古屋。そして、東京、インターナショナルペンショーと続いていきます。が、ベースさんでね、まぁ、ちょっと、アウトレット系の方ですね。はい。アウトレット系で、定規、少しだけお安く出しております。で、先週、当選の分はね、もうすでに発送が終わったんですけども、そちらの方で当たった人はね、今回また15本ぐらいかな、出してるんですけども、そちらの方はちょっと、できれば当たった人はやめてくださいねって言ってますので、今回10何本ありますので、15本あるので、ちょっと確率高くなるかなという感じです。はい。めちゃくちゃな数は来ないかなと思っております。はい。なので、定規ね、すごい使いやすいと思いますよ。わかるかな。はい。こうやってキュッて上がってるんですよね。そこに木装飾のためにはめてるんですけど、こうやって動かしやすいのと、階段メモリっていうんですけど、この段のね、階段なんですけど、快適の階に段なんですよね。快適に見える。若い方は必要ないのかなとは思うんですけどね、もう僕48っすよ。老眼がね、40代入ってね、
43、2、3ぐらいかな、その時ぐらいにね老眼がちょっと来まして、もうね、まあその前からもうこれ使ってたんですけど、めっちゃ見やすいんですよ。うん、なのでできれば大人の方、あの僕世代、うん、まあ僕でもちょっと若くても大丈夫かな、うん、ちょっと定規のメモリが見にくいんだよねっていう人、うん、あのぜひぜひ。で、階段メモリ新潟製機さんっていうところなんで作ってるあの特許製品なんでね、はい、あの他の方勝手に使うことはできませんが、はい、勝手に使うと怒られちゃいますよ。はい、他にもねいろんな定規出してるんです。でも僕は新潟製機さん大好きで、まああそこの商品、道具はね結構使ってて、あの差し金っていう L 型になってるやつとか、 T 字になってるやつとかね、ノギスは全部僕新潟製機さんなんですけども、うん、すごくいいです。はい、新潟製機さんぜひぜひ。そう、まあ普通のね、はい、やつ、うん、まあ確かに見えますよ。さすがにで 0.5 刻みはねちょっとしんどい、片目つぶっちゃうなんですけど、はい、階段メモリはすごく見やすいので、さすがにちょっと点点点はないんですけども、はい、こんな感じで、どうですかね、うん、はい、こんな感じで、はい、というわけで定規の方はね、はい、今ベースさんで抽選販売の方を申し込んでいただくか、イベントに来てください。まあ少し余裕が出てきたんですけども、もうちょっと余裕が出てこないとちょっとお店さんにね並べることができませんので、ちょっといつ頃になるかまだ見当がつきません。まだペンシルの方でバタバタしております。はい、というわけでぜひぜひイベントにね参加してください。はい、じゃあまずは高松ですね。8月はサンフランシスコなので、サンフランシスコを来てくれるお客様ありがとうございます。何かもうすでに連絡いただいております。サンフランシスコの方は、はい、チケット制でございます。あの、サンフランシスコペンショーで、調べていただいて、そうですね。金、土、日でやりますので、金曜日がプレミアムチケットになってるのかな、やっぱり。うん。あの、またぜひぜひサンフランシスコペンショーの方にも来ていただければなと思っております。で、その後日本では高松、そして名古屋が続きます。そして、また海外がソウル、そして台南と入っておりますが、また11月東京インターナショナルペンショーがございます。年代はそんな感じですかね。クリッパはありますけど、クリッパの方は多分定規とか持っていきません。万年筆とインクとねコンプロットのみとなっていくと思いますので、何卒またよろしくお願いいたします。ではではまたお願いいたします。